突如訪れた沈黙に、俺は自分が侮辱されたことも忘れ、隣の愛しい存在に恐怖を覚えた。あなた、ここを誰の店だと思い？静かな声。しかし、腹の中で怒りが渦巻いているのが、ありありとわかる低い声だ。ちらりと横目で見た妻は、先ほどまで見せていた、あふれんばかりの笑顔から一転して、能面のような表情になっていた。俺を侮辱した本人は、顔を青くして、先ほど俺に向けた、侮蔑の言葉を後悔するのだった。俺は、道重大樹、今年で35歳になる。今日でちょうど結婚して10年になる妻、サラとはバイト先で知り合った。実を言うと、一目惚れだった。初対面から押して押して押しまくり、念願かなって、彼女が首を縦に振ってくれた時は、柄にもなく号泣してしまったほどだ。そんなサラと順調に交際を重ね、ゴールインしてから早十数年。いつしか結婚記念日には二人きりでディナーを楽しむのが習慣になった。今年は特に節目の年ということもあって、俺の計画はいつにも増して気合が入っていた。かなり早い時期から予約を入れていた店は、ミシュランでいくつも星を獲得しているらしい。格式高い高級店だ。そして、この日のために準備した、俺からの最高のプレゼント。出会った頃から少しも変わらない。一目で俺を夢中にさせた笑顔がテーブル越しに弾けるのを想像し、じわじわと幸せな気持ちが込み上げる。あとは、約束の時間に間に合うよう、仕事を早めに切り上げられれば完璧だ。などと思っていたのに、現実は、そううまくいかない。予期せぬトラブルにより仕事が落ちてしまい、どう頑張っても間に合わない。そんな状況に陥ってしまったのだ。よりによってこんな大事な日に、と途方に暮れかけたが、こうなったら少しでも早く行けるよう仕事を終わらせるしかない。作業を一旦中断し、スマホのロックを解除する。ごめん、仕事が長引いてて遅れそう。ちょっとだけ待っててもらってもいい？相手が出るなりそう言うと、想定内だったのか、サラは怒るでもなく、ほがらかに言った。いいよ。大ちゃん来るまで近くの高級ブランド店見て回ってるから、お仕事頑張ってね。ありがとう。ごめん。仕事終わったら、また連絡するから。通話を切り、スマホを作業服のポケットに滑り込ませる。一息つくと、頭の中から雑念を追い出し、集中して仕事に取り掛かった。高校受験や就活の時でさえ、ここまでは集中しなかった。というくらいの集中力を発揮できたおかげで、俺はその後1時間ほどで工房を出られた。駐車場までの道を全力疾走しながら、仕事が終わった旨を伝えるため、さらに電話をかける。俺からの連絡を今か今かと待っていたのだろう。サラはワンコールもしないうちに電話に出た。今から急いで向かうから、と言いかけて、ふと肝心なことを思い出す。自分が今、薄汚れた作業服姿だったということを、近所のラーメン屋やファミレスならともかく、愛する妻との結婚記念日を祝う二人きりのディナーに、正直言って、作業服はない。しまった。こんなことなら着替えを持ってくるんだった。一度家に帰って着替えるから、もう少しかかる、ということを電話口で伝えるが、サラの返答は、もうそのままでいいから、とにかく早く来て。確かに、一度帰って着替えてから出直すとなると、それなりに時間がかかるし、そもそも、現時点で1時間も遅刻しているのだ。こんな身なりではいくらなんでも格好がつかないし、何より予約した店で間違いなく浮くが、仕方ないなとため息をつく。わかった。じゃあ、このまま行くから、今、どこの店？サラから居場所を聞き出し、車に乗り込む。ナビを入れるまでもない。サラがいるのは、予約した店からほど近い、とあるジュエリーショップである。
そこは俺たちにとって馴染み深い場所だった。サラ、待たせてごめん。謝りながら店内に駆け込み、そのままの勢いでサラへと駆け寄る。エレガントに着飾ったサラはこちらを振り向き、花がほころぶような笑顔を見せた。大ちゃん、お疲れ様。仕事の疲れを一瞬で吹き飛ばしてくれるその笑顔に、俺は何度だって声をする。ねぎらいの言葉に答えようとして、ふとサラの後ろに人が立っていることに気づく。一目でここの店員だとわかる装いの少し神経質そうな女性だ。まだ随分と若く、なぜか俺を小馬鹿にしたような目で見てくる。奥さんが美人なのだから当然旦那もイケメンと思い込んでいたところ、どう見てもイケメンではない男が登場したからだろうか。戸惑いながらも軽く会釈をする俺を尻目に、彼女がこのジュエリーショップの大ファンで、どのように作品を褒めていたかなど、サラがテンション高めにまくし立っているが、内容が頭に入ってこない。店員は部別の色を隠そうともしない。その視線はジロジロと俺の頭の上から足先までをなぞり、愛想よくすれば可愛らしいであろう頭が一層歪む。そこでようやく合点がいった。そうか、原因はこの服装かと。年季の入った作業服はとても清潔感があるとは言えず、仕事上物を削ったりもするからか、靴だってどこか粉っぽい。店員の態度からは明らかに俺を見下しているのが見て取れた。申し訳ありませんが、あなたに出せる品はありません。嘲笑交じりの声に店内がというより俺の隣が凍りつく。サラの上機嫌な声が途切れ、一瞬にして笑顔が消えた。突如訪れた沈黙に、俺は自分が侮辱されたことも忘れ、隣の愛しい存在に恐怖を覚えた。あなた、ここを誰の店だと思い？静かな声。しかし腹の中で怒りが渦巻いているのがありありとわかる低い声だ。ちらりと横目で見合ったサラは、先ほどまで見ていた溢れんばかりの笑顔から一転して能面のような表情になっていた。え？それはどういう？怒りの矛先を向けられた店員はサラの言葉に困惑しているようだ。先ほどまでとは打って変わってしどろもどろになり、頼りなく視線をさまよわせる。その時、店の奥で朗々とした声が響いた。道重先生、ご無沙汰しております。店員が救いを求めるように後ろを振り返る。そこには一人の男性が立っていた。後ろに流した髪にはいくらか白いものが混じっているが、それがどこか洒落ていて、身にまとったスーツは見るからに仕立てが良さそうだ。彼はこちらを見つめ、親しげに目元を緩めた。ほうな。店員が声を上げるも、男性は彼女を一別するだけにとどめ、まっすぐにこちらを目指して歩いてくる。まさに優雅という言葉が似合う足取りだ。真鍋さんと呼びかけ、俺も彼に笑顔を返す。すっかり蚊帳の外になってしまった店員が、俺とこの店のオーナーである真鍋さんをせわしなく見比べているのが気配でわかる。この度は藤田が大変なご無礼を。真鍋さんはそう言って俺とサラに向かって深々と頭を下げた。そこで藤田というらしい店員の方に向き直り、彼女の中ではもはや謎だらけとなったであろう俺の正体について説明し始めたのだった。俺の職業はジュエラーだと言われても大半の人はあまりピンとこないかもしれない。要はジュエリーを作る人、宝石職人だ。別に小さな頃から装飾品に興味があったというわけではない。ただジュエリーを作りたいという気持ちが湧き起こったのは割と幼い頃だった。もう亡くなって数年経つが、俺の母は自分にも人にも厳しく、普段全く自分の身なりに構わないような人だった。伸びきった髪を常にひっつめ、基本的にはノーメイク。着飾るどころか新しい洋服を買っているところすら見たことがない。
そんな母が年に一度父と二人で出かける際には綺麗な服を着てジュエリーを身につけていた。母のほっそりとした胸元を華やかに彩っていたのは一粒ダイヤモンドのネックレスだった。鏡越しにこっそり覗いたその表情は普段怒った顔した見ていなかった俺にはかなり衝撃的だったのをよく覚えている。少女のようにはにかんだ母の顔は今でも鮮明に思い描けるほど脳裏にしっかりと残っている。最初は僕もお母さんに笑顔を向けてもらいたい、そんな幼い欲求だったように思う。しかしそのうちあのネックレスが実は父からの贈り物で、年に一度父と出かけていたのは二人の結婚記念日だったからということを知った。そして俺は、ああお父さんからもらったものだったからお母さんはあんなに嬉しそうだったんだ、じゃあ僕にはあんな笑顔は引き出せないんだと幼いながらも理解した。その後成長していく過程で俺の欲求はいつしか自分にも現れるであろう愛する人を自らの力で笑顔にしたいという方向に徐々にシフトしていった。地元の高校を卒業した後は実家を出てジュエリーの専門学校に進学した。学校ではジュエリーについて専門的なことを学び、空いた時間は全てファミレスでのバイトに費やすという日々の中で俺はついに愛する人と出会うことになる。何を隠そう、それが妻のサラである。サラは俺と同い年だが、バイト先では先輩で、接客をはじめとする仕事はほとんど彼女から教わった。サラはその当時からいつも優しく穏やかで、ただそこにいるだけで場がふっと和むような温かい心を持った女性だった。実は怒ると怖いとか、そういった意外な一面を知ったのは付き合い始めてからしばらく経ってからだったが、今思えばそういった部分は少し母に似ているような気がする。専門学校卒業後、俺はそのままバイト先であるファミレスに就職し、その1年後にサラと結婚した。専門学校まで出ておきながらジュエリー関係の仕事に就かなかったのは、俺の目標が愛する人を自らの力で笑顔にすることだったからかもしれない。ジュエリーを作るのは好きで、何よりも没頭できるし、いいものを作る自信もそれなりにある。ただそれで商売をしようという気持ちがなく、自分の作品が世の中から見てどれだけの価値があるかなんて全く興味がなかったのだ。ジュエリーを作るのはいつしか趣味のようなものになっていた。思いを込めたジュエリーをただサラのためだけに作る、そんな俺を変えたのはサラの何気ない一言だった。こんなに素敵なジュエリーが世の中に出ないなんてもったいない。大ちゃんのジュエリーにはたくさんの人を笑顔にできる力があるのに。俺はサラを笑顔にできたらそれでいいと思っていた。確かにそれは俺にとって一番大事なことで、ジュエリーを作る唯一とも言える理由だった。でもその時初めて考えたのだ。本当に俺の作ったジュエリーで誰かを笑顔にできるのなら世に出してもいいのかもと。俺の反応からわずかながらそんな気持ちが湧き出てきたことを読み取ったのか、サラは試しに売りに出してみないかと持ちかけてきた。そこからの展開は早かった。試しにネットショップに数点出品してみたところ、それがなんと飛ぶように売れたのである。そのうち出品せずとも直接注文が入るようになり、自宅で作品を管理するのもだんだん難しくなってきた。ネットだけではなく実際に店を出すという方向に話が転がっていくのは当然の流れだった。ちなみにそうなっても俺は相変わらずただひたすらジュエリーを生み出すだけで、ネットショップを四苦八苦しながら切り盛りしてくれていたのは全てサラである。ただ店を出すとなれば話は少々変わってくる。なぜならサラも俺も経営に関しては全くの素人だったからである。結局経営は誰か信頼できる人に任せるということで落ち着いたものの、次は誰に任せるかという問題が浮上する。白羽の矢が立ったのは、今目の前で藤田さんに向かって俺たちのことを説明している
この真鍋さん、俺のジュエリーを一番初めに購入してくれた人だ。なんでも俺が出品していたネットショップへは奥さんへの贈り物を探していて偶然たどり着いたらしい。そこで一目で気に入り即購入。奥さんも涙を浮かべて喜んでくれたそうだ。そこからたびたびジュエリーを購入してくれるようになり、そのたび熱烈なファンレターのようなメールを送ってくれるものだから、自然にプライベートの話までする仲になった。真鍋さんが定年退職し、いつかお店を持つことがあったら働かせてくださいね、なんてどう考えても冗談してしかなかったであろう一文を目にした瞬間、俺たちの中で出店の計画は本格的に始動した。あれよあれよといううちに話が進み、真鍋さんも驚きながらも快諾してくれた。その店が今いるこのジュエリーショップである。真鍋さんの説明を聞くにつれて、藤田さんの顔からみるみる色がなくなっていく。ごめんなさい、知らなかったとはいえ、私このブランドのファンだなんて言いながら、あなたになんて失礼な態度を。藤田さんは俺たちに向かって頭を下げた。声はか細く、華奢な背中は震えていた。俺としては確かに作業服で来たのがまずかったと思うし、顔を出して営業しているわけでもないので、はっきり言ってそれほど気にはしていない。しかしサラの怒りは収まらないようだ。藤田さん、お店にはいろんなお客様がいらっしゃる。お仕事の合間を縫って、それこそ作業服姿で結婚指輪を見に来られる方もいらっしゃるでしょう。あなたはそんなお客様にもさっきのような接客をするの？サラの言うことはもっともだった。決して俺のことを知らなかったことが問題なのではない。問題なのは彼女が人を見た目で判断し不適切な接客をしたことだ。申し訳ございません。これ以上ないほど藤田さんの背中が沈む。自業自得だとはいえ、なんだかかわいそうになってくる。俺は固い表情でなおも言い募ろうとするサラを手で制し、見上げてくる目に苦笑いを向けた。もういいよ、俺もさすがに汚すぎたし、ただ新人教育は再度必要かもしれないね。真鍋さん、よろしく頼むよ。真鍋さんも恐縮しきっているし、何より藤田さんはきっと心から反省している。これでいいじゃないかという意味を込めてサラの目を見つめると、サラはふーっとため息をついた。あなたがそう言うなら、予約の時間もだいぶ過ぎちゃったし、そろそろ行きましょうか。とりあえず怒りを収めてくれたようだ。俺は真鍋さんと藤田さんに挨拶し、サラと並んで店を出た。外に出ると日はすでにどっぷり暮れ、街灯がこうこうとついていた。一体今は何時なんだろうか。自動ドアが背後で閉まる音を聞きながら視線を落とした腕時計は、無情にも予約時間を2時間も過ぎた時刻を俺たちに教えてくれた。思わずサラと顔を見合わせて、どちらからともなく小さく吹き出す。サラが俺の作業服の袖を軽く引っ張りながら、私こんなにかっこいい服他に見たことないんだけどな、なんていかにもいたしそうにつぶやくもんだから、俺は思わず道の真ん中だというのにサラをガバッとハグしてしまった。その後俺たちは急いで予約をしていた店に向かい、無事食事にありつけた。店に飛び込むなり現れたウェイターの笑顔が若干固まったような気がしたが、俺たちの形相があまりにも必死すぎたからか、俺の格好には何一つ触れることなく通してくれた。それにしてもなんだか大変な一日だったような気がする。仕事でのトラブルから始まり、夕方からの追い上げ、高校時代の部活動以来の全力ダッシュ、そしてジュエリーショップであの出来事。藤田さんが今回のことが原因で店を辞めてしまわないといいのだが、青ざめた顔を思い出し少し心配になる。ちなみに藤田さんがあれからどうなったのかについて後日真鍋さんに尋ねたところ、彼女はあの後心を入れ替え一から研修を受け直しているとのことだった。それを聞いてほっとしたのはどうやら俺だけではなかったようだ。
サラの方からまた顔を見に行こうか、なんて言い出して、近いうちにまた店に寄る計画をしている。何はともあれ、今こうして俺たちは、暖かなオレンジ色の照明のもと、二人でちょっと贅沢なディナーを挟んで、顔を寄せ合い、今日会ったことを報告しながらお互いの話にクスクス笑ったり、相槌を打ったりしている。一日の終わりに、こうやって笑い合っていられることこそが、おそらく、幸せと呼ぶのだろう。サラ、今まで支えてくれてありがとう。これからもずっと、俺のことよろしく。頬を染めて笑っているサラに、俺はそう言いながら、あるものをすっと取り出した。天下獣の上質な黒いジュエリーケースで、形は四角く細長い。迎えでサラが目を見張った。開けてもいい？とその目が問う。もちろん、という意味を込めて、俺はうなずいた。開かれたケースの中から、眩しいほどの光が漏れ、わぁ、という、簡単の声が小さく上がる。大ちゃん、これ。現れたのは、かつて母の胸元に輝いていたような、一粒ダイヤモンドのネックレスだった。本当は、プロポーズの時に送りたいと思っていた。しかし、残念ながら当時の俺の技術では、心から納得できるものを作ることができなかった。あれから10年、職人として腕を磨き、経験を積み重ねてきた。これは、今の俺だからこそ作ることができた。世界にたった一つのネックレスだ。本当に素敵。すごく嬉しい。私こそ、たくさんたくさんありがとう。こちらこそ、ずっとよろしくね。サラの声は、途中から涙声になっていた。長いようで短かった10年間。この先もこうやって、共に年を重ねていけたらと思う。さて、次は何を贈ろうか。俺は笑ってそんなことを考えながら、ダイヤモンドの輝きよりも美しい、サラの涙を、そっと拭った。